こんにちは。こんにちは。ゆうきです。ワンです。今日はですね、全国旅行支援のキャンペーンを使って、ここグラニコ東京お台場に、泊まりに来ました。はい、ちょっとまたな、チェックインして、中をレビューしていきたいと思います。楽しみです。バイバイ。2105室です。部屋広いですね。今回撮った、部屋はついんです。景色も、いいですね。本当に綺麗です。テーブルでテレビがあります。あと、窓際に、椅子が2つあります。でちょっとあのアメニティを見てみましょうか。備え付けの、エスプレッソコーヒーのコーヒーメーカーあります。で、こちら、無料で飲めるみたいですね。4種類の、エスプレッソの味があります。で、あとお水があります。お水4本もありますね。すごいな。で、ちょっと、冷蔵庫の中見てみますか。冷蔵庫の中からですね、ケトルがあります。ちょっとバーの方見てみましょうか。バーの方が、こんな感じですね。グラス綺麗ですね。で、あとさ、お茶と、紅茶ですね。特に僕はあのコーヒー大好きなんで、このエスプレッソの、サービスはすごいありがたいですね。で、こちらちょっとあの収納の方、こちら収納ですかね。収納、で金庫があります。金庫です。この中にお金を入れると、あとあの貴重品で携帯入れたらこれ充電できるようになってる、あのコードが入ってる。すごい。でバスルームの方ちょっと見てみましょうか。バスルームが、こんな感じです。お風呂で鏡で、こっちはのシャワーが分かれてますね。でこっちがトイレで、バスローブがこんな感じで備え付けられてますね。アメニティですね。こちら結構充実してますね。ボディタオル、歯ブラシはもちろん、まあちょっと、充実してるんじゃないかなと思います。
ちらあれですよ、貴重品かな、でこちら、ボディーソープ、シャンプー類があります、ね、であとこっちコップ、なんか3つあるドライヤーもあるし、てかあのトイレと、お風呂一緒なんですけど、これぐらい広かったら、まあ、使い勝手は全然いいかなとは思いますね。ロアちゃん、この部屋どう？綺麗よ、うん、あの景色綺麗し、特にあの、うん、トイレ、うん、トイレは綺麗、本当に大好きお風呂とトイレ一緒だけど全然綺麗で、そうね、問題ないけどね、うん、全然問題ない、うん、喜んでもらえてよかったですね。エレベーターの中も金を基調にして綺麗ですね。こんにちは皆さん。こんにちは。こっちか。ホテルの中も、ブティックが、あって広いですね。そしてそのブティック一個一個は綺麗、うん、なんか可愛らしい置物がいっぱいあります。朝食を食べに行きます。レストランの鍵が2つあって、和洋食ブッフェの、レストランが1階、それで、お寿司の朝食、お寿司御膳が食べれるレストランが30階あるんですけど、僕たちは1階に行こうと思います。おはようございます。そう、ビュンビュン吹いてる。で席つ ついたんですけど、手袋を着用みたいですね、片手ですけど。作ってくれるとこみたいですね。いっぱいある。じゃあコーヒー、コーヒーだけでは結構種類があるね。
こっちスープですね。味噌汁はコーンスープがあります。あとここはご飯。こっちは和食ですね。焼き魚、肉じゃが、納豆、卵ですね。オムレツ、スクランブルエッグ、トマトパスタ、ハム。シリアル、フルーツですね。フルーツ、メロン、バナナ、キウイ、あとはヨーグルト、ミックスベリー。美味しそうですね。お、これにパイナップルなどがありますね。あとパンが、こちらパンですね。パンの種類も豊富です。パンとかあったんですけど、僕らはご飯選びます。いただきます。パンも種類たくさんあったんですけど、やっぱり朝はご飯がいいですね。あとカレーがあったんで、カレーも後で食べます。今度はカレーを、いただきますね。カレーです。結構朝食会場にカレーがあったら、大抵カレーを食べているような感じがします。朝に食べるカレーって美味しいですよね。ここのカレーも美味しいです。若い時はホテルの朝食バイキング山盛りにとってた記憶あるんですけど、今はもう年取ってからそんなに食べなくなったんで、なんか美味しいものを一つ二つにとってゆっくり食べるような感じになってきましたね。カレー食べる？ねえ、妻カレー嫌いです。ベリーグッドです。部屋戻ります。いっぱい食べました。美味しかったです。本当美味しかったですね。ただどこのホテルもそうなんですけど、やっぱりご飯取るとき、やっぱりマスクしたり手袋したりといけないんで、それがちょっと手間なんですけど、それはしょうがないですね。朝食会場から部屋に戻りました。すると、部屋の前に、朝刊がありました。こういうサービスもすごいですね。この部屋良かったです。最高でした。朝食も美味しかったですね。はい。で、今回全国旅行支援の、キャンペーン使って、とてもお安く、旅行できました。とても、リーズナブルに、宿泊できました。
学生トラベルで僕はこのホテル予約したんですけど、ライテールこのレインボービューの部屋で、31,000円でしたね。でそれでキャンプクーポンとか、キャンプの全国旅行支援の、クーポンとかそういうもろもろ込みでだいたい実質19,000円ぐらいで、泊まることができました。本当にありがたい。はい、チェックアウトしました。今から帰ります。